津波五一以下先鉄肖像衆より、立花の南京立花の南京文化二2年4月10日は、江戸時代後期の医者。文を抑止、気候、ドンズーキ、最有期と、随筆、北総佐団が知られる。伊勢被災にした加戸町に生まれた。被災東道藩に勤める250国の宮川氏の、逸つであった。宮川春明、字は、恵み風、通称東市。 後に称した、立花は、妻のせいである。南京梅花戦士を合した。幼い時から漢学を習った。14歳の時、父が没した。明和8年19歳の時、医学を志して、京都に上り、母と住んだ。大阪、伏見に転居し、28歳の頃、京都に戻った。天明元年末、29歳の時、衣装。 闘争水協力を出版した。母を失った。その後数年、旅を多くした。すなわち、天命二年春引く翌年夏、西国、鹿児島、天命四年秋、品野、天命五年秋引く翌年夏、北陸、大湯、富山。旅の目的は、臨床医としての見分を広めるためと知るし、各地で治療もした。天命三年六月、 三十一歳の時、小石本ととに指導されて、伏見で軽死人の解剖を執刀し、その所見が、絵師、吉村乱衆による、平次郎像図として残る。天命六年十二月、内前氏の不明に、翌年二月、聖七くらい下に、同三月、岩見助に任じられ、十一月、降角天皇の大上祭に連なった。天命八年一月、 類相の難にあって、伏見に架空し、完成2年秋、京都に新居を設けた。この頃、消火器と図打を病んだ。完成5年7月20日、南京と進行のあった岩橋全米が製作に成功した望遠鏡を用いて、月や木星、土星などの天体を見る集まりが催された。全米、南京を含む13名が、南京邸に集った。 この催しは、望遠鏡官所容器に、その記録が残されており、日本初の天体観望会とされる。完成6年9月、16位下になった。完成7年3月、最優記を、同8月、ドンズー記を反抗した。かつての旅の記録の筆者本が回覧されていて、それの上司を書士が望んだのである。最優記には、友野芳木家が、ドンズー記には、 松本具さんが上寄せた。完成八年四月、四十四歳の時、岩見助の職を辞し、翌月提発し、梅千の法名を称した。完成九年一月、ドンズー気候編を観光した。冬の南紀を巡った。翌年六月、最優貴族編を観光した。文化二年四月十日、転居先の京都東山安井で没した。五十三歳。 南京院伝洋学吉明。母妃は、京都市佐京区黒谷町。今回光明寺の母域に残る。ありがとうございます。